なんてことだ。状況は先ほど伝えた通りだ。壁外調査は中止する。総員撤退。早急にトロストクへ帰還せよ。群がる巨人を排除しつつ外門を目指す。了解。リヴァイ、お前の班は最後尾について巨人の追撃に対応してくれ。ああ、了解だ。追ってくる巨人はあらかた片付いたな。エルビーはそろそろ壁につく頃だ。急がねえと。おい、何を止まってる、クソメガネ。リヴァイ、崖が崩れて道が塞がったんだ。これじゃ馬が通れないよ。そこの砲台で瓦礫を吹っ飛ばしてくれる？頼んだよ。巨人が数体接近してきます。仕方ねえ。だが町の様子が気にかかる。うまくいかねえような。先を急ぐか。ありがとう。砲台が巨人に壊される前に急いで頼むよ。手間するなよ。私も行きます。行く。助かってよリヴァイ。あとは私の班に任せて先に行っていいよ。よかった。救援要請、無視はできねえ。俺の敵じゃない。やる。助かった。
助かった。まずいな。助かった。早く仲間と合流して町へ戻らなければ。助かった。まとめて相手して。おとなしくしてる。俺の敵じゃ。はぐれてしまって助かりました。行きましょう。俺たちは急いでエルヴィンを追う。遅れるな。手出しなよ。縁談か。救援に向かおう。早く行ってからねえと持たねえから。失うとは。体勢を立て直さないとな。手が出せないよ。俺の敵じゃ。わかりました。やる。手が出せない。手だ。苦戦してやがるのか。トロストフの状況によっては俺たちの力が必要になる。急ぐぞ。俺の敵じゃない。助かった。行け。仲間が少ねえよ。崖崩れと巨人の襲撃で味方は散り散りだ。手を貸せ。やる。エルヴィンが先に行ったのか。先頭にいたはずだ。おそらくそうだ。そこの砲台で瓦礫を爆破して進もう。先に行け。俺は試算した兵を収集する。行く。手なしだ。わかりました。手なしだよ。面白い出しやがって。了解です。
新手の巨人です。南東から複数来ます。まとめて相手して先を急いでるのに邪魔するなら死ね。いいからついてこい。エルヴィンに追いつくぞ。どうしてスパイク。お前ら腹をくくれ。まとめて相手している。エヴァイ、来たか。戦力を集めてきた。先を急ぐ。そうか、ご苦労。このままトロスト区の壁門まで強行するぞ。俺の敵じゃない。エルヴィン、門が破壊されてる。急ぐぞ。総員突撃、トロスト区壁門へ急げ。了解です。
まとめて相手してこのまま殺す。止めて相手して。何が起こってやがる。飛行手一体向かってきます。面白い面しやがって。今は考えている時間がない。みんな立体軌道に移る準備をせよ。リヴァ、お前は仲間の援護を取る。あの大型機甲手を仕留めろ。了解だ。助かった。目障りな野郎だ。てめえを殺して後ろの壁を登らせてもらう。援護します兵長。手ごわそうな奴だが、俺たちなら俺たちの力見せてやりましょう。
リーこそ。あれは。自由の翼。おい、ガキども。これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団後兵部の活躍により、ウォール・ローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。今回決めるのは、君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か、調査兵団か。まず憲兵団の案を聞かせてくれ。はい。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきと考えております。彼の巨人の力が、今回の襲撃を退けたことは事実です。なのでせめて、我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない。今すぐに殺すべきだ。奴は神の英知である壁を欺き侵入した害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。次は調査兵団の案を伺う。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力でウォールマリアを奪還します。以上です。ん？もういいのか？はい、彼の力を借りればウォールマリアを奪還できます。何を優先すべきかは明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。あなた方は巨人を見たこともないくせに何をそんなに怖がっているんですか？まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか？生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ！この腰抜けどもめ。いいから黙って全部俺に投資しろ！
構えろ。はっ。待って。これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。佐藤、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。